どうもクネスです。今日はね、新三国志軍団対抗戦の解説をしていこうと思います。これ今回ね、2回目になるんで、もう前回出たよって方はもう分かってると思うんですけどね、これから出場したいっていう方向けの動画になっております。で、現在9時59分でちょっと1分前なんで時間ないんで急いで喋るけど、まず絶対しないといけないことがいくつかあるんで、これね、別ワールドになってるんですよ、軍団対抗戦のマップは。で、そこに持っていけるアイテムっていくつかあるんで、まずそれの準備、もう10時になった瞬間にまずアイテムを移行してください。バフ系のアイテムは持っていけるんで、そろそろ10時かな。はい、これで、例えばこの光軍丸ね、これを持っていったり、あとこの 10% 上げてくれるやつね、こういうのは全部持っていきましょう。まあ、数はね、適当でいいです。あれ、戦終わったら帰ってくるんで適当に持ってってください。ただ全部持っていくとこっちの世界で使えなくなるから、まあまあ適当に。あとね、大事なのがこの上級戦闘、これないと向こうでね、200宝珠使わなあかんから、毎回移動するためにこれ持っていってください。で、右上の軍団から、違うマップに行きます。で、まずこの軍団専用のマップに来たら歩兵してくださいよ。何よりも歩兵、もう兵がね、初め全然いないんで何もできません。これ気をつけなあかんのが、これ偵察のところね、まずやってしまったんですよ、僕前回偵察しちゃうと、偵察で米取られて何もできなくなったんですよ。だからまずは歩兵、そして大事なのが自動にしなくて、これをね、ちょっと3万ぐらいなんとかできたんで、これをね、均等に6人に分けてください。まあ初めは、まあ1人でもいいんやけど、まとめた方が被害少ないから。もう米がなんせ初め大事なんでね。で、6000ずつ6人に。で、まず米集め、もう何よりも米やから。これ近くにこのタミトン、これをね、攻め落としてください。レベル1のやつ、もう間違ってもレベル2いったらダメよ。もう兵一気に全滅してもうゼロになるから、30分1時間何もできなくなるからね。で、これここ大事、攻める前にバフアイテムは使ってください。攻めてから使っても意味ありませんので、これね、失敗ですから、まず使ってから攻めてくださいね。もう兵を少しでも生き残らす感じで。で、このタミトンを10個確保できるんですよ。10個。で、このタミトンをね、1回攻め落としたらもう駐屯とかせんでいいんで、もう攻め落とすだけで OK。 で、攻め落としたらどうなるかっていうと、時間ごとに米をくれるんですよ。もう初めはなんせ米やからね。とりあえずレベル1のやつをどんどん落としてください。まあ、初めの歩兵の3万で10個いけると思うんで。ただこれね、みんな狙ってるから、自分の軍団と被ないようにしてくださいね。喧嘩なるから。あの人あそこ行きそうやな思ったらちょっと譲り合ったりしてね。なんせね、10個しか持てないんでね。で、今回はちょっと移動速度ケチってますけど、まあ使ってもらっても全然 OK です。これをね、レベル1をどんどん落として。で、気をつけなあかんのがね、これ距離あるでしょ、距離。これね、表の世界の普段と違って、あれいらんのよ、普段はいらんねんけど、その代わりね、攻めんのにも米いんねん。だから大量の兵士が動くとその分大量に米いるし、遠いとこ行くと時間かかる分米も多くいるわけだから、できるだけ近くのレベル1をまず10個目標に落としていってください。どんどん
もどうしても近くにないわと、そういう時はね、あの上級戦闘使って飛ぶしかないね。まあ、それ使ってでも10個はまず確保せんとね、米がないと何もできないんでね、スピード勝負なんで。でこうやってどん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 レベル1を攻め落としてください。で気をつけなあかんのがもちろんね、レベル1でも敵は敵やから、やられたら兵減るんでね、治療もしながらこうやって探しながらね。でこれ生まれるのはね、あの多分軍団は結構固まって生まれてくると思うんで、結構かぶりやすいんで気をつけてね、行ってください。で兵力と相談しながらどれぐらいやったらいけるかなと。で左上にね米あるんやけど、今2万ちょっとね、これ3万はなんかね絶対置いとかなあかんねん、自動的に多分移動するために最低限使う分やろね。だから3万より上の分だけ歩兵できるから、僕も初めね、あ3万あるのに全然歩兵できんやんとか言うとったけど、あとこれ大事、これね2軍3軍これ兵1ずつ持たしておいてください。これはね後で分かるんやけど、まあ、言うたら城攻めみたいなこともするんですよ、もちろんね。でやっぱ初め兵全然おらへんから、もう1軍に分けてるだけでいっぱいなんよ。だから2軍3軍は兵1にして、このあれあるやん、あれ何兵器で賄う。あとでね石掘ったりもするんよ。だから兵力で掘らんと、この牛さんでね、木牛さんで掘る感じで、この画面黒いやんか、黒くなってるやん、ここはね行かれへんねんけど、この近くを攻め落としたりするとだんだんこう開けてきて、エリアが移動できるエリアが増えていくっていう感じ。で偵察っていうのは、偵察もね歩兵せなあかんねんけど、今そんな余裕ないから、まずはもう普通の歩兵してもうて、で偵察はあの黒いところにね行けるんですよ、忍者が。そうすると1時間ぐらい普段暗いところでも明るくなってそこに行けるっていう感じで。ねこれ施設、これもね一応立てといてください。あの石使うんやけどね、石使って、もう施設とりあえず2つ建てて、な米回収が増えるから。でこのマップのどっかに石掘る場所があんねんけど、まあ今ちょっと見えへんから。でこれ施設建てると、ほらね、施設建てるとその 2マスぐらい明るくなるんで、今まで行けなかったところのタミトンも攻めれると。施設はねこういう暗いところを明るくする役目もあるから、いきなり3つその辺で作っちゃうとちょっと不便なんで、僕は、まあ、2個速攻その辺で作って、1個は明るくするために置いてる感じかな。とりあえず一発目はこんなもんで、まあなんせ10箇所、まずはレベル1を10箇所攻め落としてください。この後ね、またパート2もね、やりますので、よろしくお願いします。では。